ライノ VR はビューポートのパースペクティブのやつの画面をこう VR 上に表示してくれていて、でこれ、まあ、右と左概念ないんですけど、今でいうこの右側、多分どっちが最初にキャリブレーションされるかっていうだけなんですけど、今でいうこっちの右側のトラックパッドを使うと、こう右左を押すと回転して上下を押すと上下に動きます。でトリガーを引くとこうグラスホッパー画面が出てきて、今でいうこの右手のコントローラーのタッチパッドを押すと選択することが、グラスホッパーの画面の選択ができます。でトリガーでこういわゆる右クリック、グラスホッパーの画面を動かせます。でこのトラックパッドの真ん中を押すと、まあ、普通に左クリックになるんで、どうやったかな、これかな、ブランチナンバー、こうやってやるとこう VR でグラスホッパーを操作して部材をこう増やしていけるんですけど、こう結構描画が重いっぽくて、こんな感じで結構落ちるっていうか描画に時間がかかってます。ライノ VR はこんな感じでした。皆さんもライノ VR 使ってみてください。